はい、今回は大木田先生への質問コーナー第2弾第2弾やっていけと、ね、ちょっとおかしい質問箱に来た質問とかにね適当に答えていきましょうっていうコーナーね、はい、はい、1個目はいどれだ、あと場所によってまちまちだとは思いますが、はいはい、予備校講師の採用試験どのくらいのレベルの問題が出るんですか。これ結構ねよく来るんだけどね、まず予備校によって全然違います。まあ、大手とかはある程度難しい問題が出るって聞いてるんだけど、中堅系はね本当にまずめちゃめちゃ簡単なところね、生徒と同じ試験を出すところが結構何か所かあって、うん、で別の予備校でねなんか聞いたんだと、なんかあの人いい人なんだけどなんとかくんぐらいだったねっていう感じで、そのいわゆる生徒の平均ぐらいしかできなかったらしいの。でそれだとやっぱ取れないじゃん、うん、生徒の平均レベルだと、うん、だから意外と簡単な問題出したりとか、うん、であと僕が受けたのとだとなんか筆記試験がね一番最後にあるところがあったの、うん、それはね結構難しいところがあって、うん、ただその時僕あんまり筆記試験できないんだけど、その時はねよくできて、うん、受かったなって思った、うん、だからまちまちだね、うん、次、はい、授業中は雑談しますか、するとしたらどんなことを話しますか。これね、僕なるべく実は雑談しないように気をつけてて、これ雑談ってどう生徒からして、いやまあ面白かったらしてほしい、ね、結構人によってはさその授業中に関係ない話をするなみたいな、あいますね、そういう人で、あとまあさ雑談だけ面白い先生って言っちゃうけど雑談で人気取ってる先生って、うん、でちょっとそうはなりたくないから、なるべく僕はね集団授業だと授業でだけで勝負したいなっていうのがあって、するとしても、うん、その数学系の雑談とかその入試の傾向とかそういう雑談するんだけど、関係ない雑談をしないようにしてると言いつつ、まあ、疲れてきたりとかするとついついしちゃったりする、ね、そんな感じ。多分本当はあんましたくない、ね、なりませんじくの雰囲気ってどんな感じですか。どうだろうね、まあ、なりますよくって言っても校舎によって全然違うんだけど、ここ下都会ではもう本当にさジムも毎回1人かぐらいしかいないから好き放題、今もこの教室で動画撮ってるわけだからもうねこのセットまで作ってねもうなんか最近家みたいな感じ、あそう前さのっちゃん家みたいって言ってたけど、うん、まあ誰かに気を使うとかは全くないよ ね、 そうですね、やりたい放題、いる人が少ないから、うん、で人間が人が少ないから、でしかもジムもみんないい人で、うん、先生もみんないい人だからまず人間関係がまず全くないし、ないない、うん、本当にないのね。なんか塾とかだとさたまに仲悪いとか聞くんだけど、ここは全くない、うん、全員仲いい、うん、次、なりませ塾のホームページ見ました、なんか熱い塾長なんですね、年収2000万円の人とか本当にいるんですか、うん、そう、塾長はね結構熱い人 であと年収2000万円の人本当にいますっていうのも、やっぱこっち多分ね公開されてるから言っちゃうんだけど、生徒の人数かける1000円が時給なのね、うん、でマックス多分20人とか集まるから、そうすると、時給2万円になるじゃん、うんうん、で1日4時間持ったら1日それで8万ぐらいになるんだよね、うん、合ってる計算、うん、あるよね、うん、でそれで20人生徒、まあちょっと巷からってないんだけど高田馬場とかそれぐらいあったりとかして、あ、うん、であと中間部を持って、うん、だからまあ4、5000万はいかないけど、まあ、生徒集めて2000万ぐらいの人はいるらしい、確かにね、で1000万超えは結構いるらしいよ、へ、うん、すごい、うん、で僕もまあこの少ない時間の割にはまあまあもらってるしね、うん、っていう感じですね、うん、これはやりがいがある塾です、すごい、うん、じゃあ今日はこんなところでまた次に行きましょう、はい、バイバイ。